Bye. 前回はエゼキエル書から三つの滞在について皆さんと共に考えました復習も兼ねてもう一度確認してみましょうまず一つ目の滞在はエゼキエル書八章の五節六節に記されてある教会内に妬みの偶像が置いてあるということでしたこれは神が私たちを熱烈に愛してくださっておられるにもかかわらず 今日の教会は、この熱烈に愛する神をおろそかにして、妬みの偶像である、目に見える世俗主義に信頼しているという警告でした。具体的には、人間の知恵や方法、また権力などを神よりも信頼し、教会活動に取り入れているという事実についての警告でした。 そして二つ目の大罪は、エゼキエル書八章の9節から15節に記されてある、教会指導者が異教バビロンの心霊術を、教会の礼拝行為の中に取り入れているという警告でした。これは、今日の教会にも、バビロンのネブカネデザル王が、魔術師や法術師などの 心霊術者を召し寄せていたのと同じ精神が教会内にも見られるということでした。具体的には、教会指導者によって威厳や癒しの祈り、人をバタバタと倒す知る人奇跡が精霊の働きであり、それが救いの根拠となるという教えに対する警告でした。そしてこの精神を捨て去ることを 惜しむ様子として、女たちがタンムズのために泣いていたと記されてありました。さらに三つ目の題材は、エゼキエル書八章の16節から18節に、主の宮に背中を向け、太陽を拝んでいた礼拝者の姿がありました。これは、ローマカトリック教会の影響で、異教、ローマの 太陽礼拝が日曜礼拝として多くの教会にいまだに受け継がれているという警告でした。これらのエゼキエルその3つの滞在はもともと神の立法の原則を知っている立場であるクリスチャンもしくは数々のキリスト教会に向けて発せられた警告のメッセージでした。しかし今回はさらに 同様の警告のメッセージが最終的には全人類に及ぶということについて、ヨハネの目視録から考えてみたいと思います。まず最初にエゼキエル書の三つの滞在の一つ目、すなわち妬みの偶像を拝むことについて、目視録には次のようにあります。私はもう一人の見ついが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、 すなわち、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を不死拝め。この第一の天使のメッセージは、 当時のイスラエル民族は現在の教会だけに投げかけられたメッセージではなく、地に住む者すなわち、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるメッセージであるとされています。つまりこのメッセージの対象者は全人類になります。それはどのようなメッセージでしょうかそれは、神の裁きの時が来たという宣告になります。 神の裁き神様って私たちを裁かれるのと言われるクリスチャンもおられるかもしれませんが、聖書には次のように記されてあります。そして、一度だけ死ぬことと死んだ後裁きを受けることとが人間に定まっているように。この死んだ後裁きを受けるのは全ての人間に定まっているというのです。そして、 神の裁きの時はこの第一の天使のメッセージによればすでに始まったというのです。今回は時間の関係でこの神の裁きの到来がいつから始まっているかという予言の研究はいたしませんがまた機会があれば皆様にもお話ししたいと思います。さてこの神の裁きについてのメッセージですが実はその対処法についても 第一の天使のメッセージには記されてあります。それは、天と地と海と水の源とを作られた方を不死拝めという部分になります。言い換えるならば、天地万物を作られた創造主を覚えて礼拝せよということになります。エゼキエルスの三つの滞在の一番目は、 今現在多くの教会が私たちを創造し熱烈に愛してくださる神よりも目に見える世俗的なところに信頼を置いているということが投げかけられましたがこの黙示録においてもやはり人間的な知恵や方法に信頼するのではなくまず創造主を認めて使えなさいということが投げかけられてあるのです。そそしてその 創造主を認める方法として提示されてあるのが、神が孟瀬の実会第4条で制定されている安息日礼拝なのです。黙示録の第一の天使のメッセージによりますと、礼拝をお捧げするお方について、天と地と海と水の源とを作られた方となっていますが、この 天と地と海と作られたという表現は実戒の第四条の安息日のところにも出てきます。安息日を覚えてこれを生徒せよ。六日の間働いてあなたのすべての技をせよ。七日目はあなたの神、主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、 また、あなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は六日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って七日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して生とされた。つまり、安息日礼拝を行うことによって神を創造してあると認めて、 世俗的な人間の知恵や方法よりも神を信頼していることを全宇宙に表明することができるのです。皆さんはこの第一の天使のメッセージをどのように受け止められるでしょうか。さらに、エゼキール書の3つの滞在の2番目について、目視録には次のようなメッセージがあります。また、他の第二の見つかいが続いてきていった。 倒れた大いなるバビロンは倒れたその不貧困に対する激しい怒りの武道士をあらゆる国民に飲ませたものこの第二の天使のメッセージは倒れた大いなるバビロンは倒れたという宣言を持って異教バビロンの心霊術や異教の影響を取り入れた教会の罪を暴露しています つまり神は今まで教会内に浸透していた威厳や癒し人を倒す知る人奇跡がバビロンの心霊術に由来していることを明らかにすることによってその不貧困に対する激しい怒りの武道士をあらゆる国民に飲ませたもの、すなわち教会内に心霊術を取り入れた教会指導者を告発しているのです。 エゼキエリスの三つの滞在の二番目は、七十人の長老が率先して関わっていましたが、今日も同じように、多くの教会指導者がこのバビロンの心霊術や異教の教えを、聖書の教えに混ぜ入れて、そのような知る人奇跡が、精霊の救いの見業の証拠であるということを広めることによって、この不貧困に対する激しい 怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませているのです。そしてこの第二の天使のメッセージの宣告はさらに次の最も厳粛なメッセージへと続いていきます。この第三の天使のメッセージはエゼキエル書の3つの滞在に関して神の怒りが頂点に達することを宣言しています。 他の第三の見使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその蔵刀を拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの逆きに混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる見使いたちと子羊との前で、人、祈音で苦しめられる。その苦しみの煙は、いよいよ限りなく立ち上り、そして、 獣とその象とを拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は、昼も夜も休みが得られない。エゼキエルその三つの滞在の三番目は、ローマ帝国のミトラ教の教えを取り入れた、ローマカトリック教会が太陽礼拝に由来する日曜礼拝をキリスト教会内に 取り入れたたことに関する警告でした同じくこの黙示録の第三の天使のメッセージも神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み聖なる御使いりたちと子羊との前で人用途で苦しめられるという太陽礼拝に対してなされる神の刑罰に関する最大級の警告になります。 ここで、この第三の天使のメッセージの中に、獣とその像という言葉が出てきます。これは一体何を意味しているのでしょうか。まず、獣については、ダニエル書の中にそのヒントがあります。そこで私は、さらに第四の獣の真意を知ろうとした。その獣は他の獣と違って、 はだ恐ろしくその歯は鉄、その爪は青銅であって、暗い、かつ噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。この獣の頭には十の角があったが、その他に一つの角が出てきたので、この角のために三つの角が抜け落ちた。この角には目があり、また大きなことを語る口があって、その形はその同類のものよりも大きく見えた。 この獣は特に第四の獣であることが予言の研究でわかりますが、今回は時間の関係で詳しくできませんが、一般的な世界史を学ぶと、第一の獣がバビロン、第二の獣がメドペルシャ、第三の獣がギリシャ、第四の獣がローマ帝国であることがわかるかと思います。しかし、聖書の予言が恐るべき正確さを持って成就することが、 先ほどのダニエル書の続きに記されてあります。彼は意図高き者に適して言葉を出しかつ意図高き者の,の生徒を悩ます。彼はまた時と立法とを変えようと望む。生徒は一時と二時と半時の間彼の手に渡される。前回の学びでも触れましたがこのローマ帝国の コンスタンティヌス帝が当時のキリスト教を容認したときに妥協精神とともに異教ローマのミトラ教の精神がキリスト教会内に入り込んできました。そしてそこで新しい宗教として誕生したのがローマカトリック教会になります。そしてこの教会の最高権威者であるローマ法王は意図高きものである創造主に 適して言葉を出すとありますがこれは一体どういう意味でしょうかこのローマ法王は創造主に対して次のような言葉を発したことがローマカトリックの公式書簡の記録によって残っています法王は極めておごそかで崇高な存在であるから単なる人ではなく神であり肉のベールに隠れた イエス・キリストご自身である。法王の行ったことは何でも神の口から発せられたものとみなされうる。天使たちでさえ仮に信仰を拒否するなら彼らを裁いて波紋にすることができる。法王の権勢は人のではなく神の権勢なので彼は神の立法も修正することができる。 皆さんはこのローマ法の宣言に同意されるでしょうかしかし彼はこの宣言通りのことを実際に行い、神が制定された時を創造主を礼拝する暗息日から太陽を礼拝する日曜礼拝に変え、さらに立法を実会第2条の偶像礼拝に関する立法を削除することで、 モーセの実会を廃してカトリック独自の新しい実会を制定したのです。そして神は黙示録の第三の天使のメッセージを通して今日まで続いている太陽礼拝すなわち日曜礼拝に対して最大級の警告を発しておられるのです。それでもあえて神の警告を無視して なおこの日を選び続けるという意志のあるものを神は最終的にバール礼拝をするものとして刑罰の対象にされるとこの第三の天使のメッセージには記されてあるのです。これは非常に厳粛なメッセージとなります。なぜならこの第四の獣である異教ローマ帝国は今日もなおローマカトリック教会として 世界的宗教の権威のもと存在し続けているからです。そして中世の宗教暗黒時代に多くの真のクリスチャンを異端として家計に処し命を奪ってきたようにこれから全世界の人々にこの教会の最高権威の象徴である日曜日を特別な日とする法令を作って それを全世界規模で守らせるのです。つまりこれが獣の像を作って、それを全世界の人々に拝ませるという予言なのです。それから、その獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、また、その獣の像を拝まない者を皆殺させた。 また小さき者も,も大いなる者も,も止める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させこの刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにしたこれは最終的には人間の立法に従うかそれとも神の立法に従うかという戦いにまで 発展していきます私たちはどちらの側につくかを選択しなければなりません。しかしもし太陽礼拝に由来するこの獣の像すなわち日曜日を安息日に変わる特別な休日とするという法案に同意しないものは売り買いができなくなったりさらには投獄されて死刑にされることすらあるというのです。 皆さんはそれでも神の立法に従うことができるでしょうかこのような世界的な野望を実現するために獣で象徴される宗教権力が利用するものが新世界秩序という世界統一政府の樹立です。これは世界を10グループに分割してこの世界統一政府が管理するという 全世界の人々が巻き込まれる大事件になります。そしてダニエル書及び黙示録にはこれらの警告が実行され非常に短期間だけ地上を支配すると予言されています。彼はこう言った第四の獣は地上の第四の国である。これは全ての国と異なって全世界を併合し これを踏みつけかつ打ち砕く。あなたの見た十の角は十人の王のことであって、彼らはまだ国を受けていないが、獣と共に一時だけ王としての権威を受ける。彼らは心を一つにしている。そして自分たちの力と権威と獣に与える。私たちが生存している時代とはまさに このような時代なのです。皆さんはコロナ禍の背後でこの計画がローマ教皇によって着々と進んでいたのをご存知でしょうか今世界では SDGs という持続可能な開発目標を掲げて環境問題、格差問題、人権問題の解決のために国境を越えて宗教を越えて 世界が一つになろうとしていますもちろんこれらの諸問題に配慮し聖書の教えを通して愛と憐れみの精神でこれらのことに思いを向けることは良いことですしかし新世界秩序はこの SDGs を利用することで世界中の人々の支持を得る形で達成されるのではないかと私は予言の研究から理解しています実際 世界中がコロナ禍とワクチンに目を向けているとき、ローマ教皇は新世界秩序の下準備を進めてほぼ整っています。いつ獣の像が SDGs の大義名分のもとに打ち立てられ、それを拝むことを全世界規模で強要してくるかどうかという状況になってきました。コロナという 世界共通の敵と戦うために世界中でワクチン接種キャンペーンが行われてきたように環境問題という共通の敵と戦うために世界中で日曜日を安息日に変わる特別な休日とするそのような法令が起こると私は予言の研究から理解しています事実すでにローマ教皇からラウダートシーという カトリックの指導者への通達項目237番目では、神の安息日の立法を引き合いに出して、日曜日を安息日に変わる特別な休日とするように、全世界に投げかけられています。しかし、神を創造主であると認めて、それを表明するクリスチャンにとっては、 少しずつ迫害が迫ることによって非常に苦しい立場に追いやられることもまた予言の研究から理解できます。しかし第三天使のメッセージによれば神はそのような世界統一政府に対して必ず神の裁きがなされてそれに続いて恐るべき刑罰が全世界に下されるとあります。 さらに同様のことがダニエル書7章さらに黙示録17章にも記されてありますしかし審判が行われ彼の主権は奪われて永遠に滅び絶やされ国と主権と全天下の国々の権威とは意図高き者の生とたる民に与えられる彼らの国は永遠の国であって諸国のものは皆彼らに仕え つ、従う。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが子羊は主の主王の王であるから彼らに打ち勝つまた子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得るぜひ私たちは黙示録に与えられた三天使のメッセージを心に留めて 新世界秩序の中にあって獣の像を拝むのではなく真の神であられる創造主を拝むための準備を進めていきたいと思います。今はそのための猶予期間です。今のうちに神との密接な霊的関係を築き神の助けによって物理的な備えをすることに今着手したいと思います。実は この目示録の三天使のメッセージが発せられる直前、すなわち第一天使のメッセージの中に永遠の福音を携えてという言葉が添えられていたことに皆さんはお気づきだったでしょうかもう一度この部分を読んでみたいと思います。私はもう一人の見つかいが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわち あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を不死拝め。一体何が永遠の福音なのでしょうか それは、これらの三つの滞在に注意し、たった一つにおいても、その罪に預からず、その罪から離れている神との契約者にとっては、まさに、新世界秩序に向けて、これから起こる、世界的大混乱は、救いの時となるのです。なぜなら、神の子羊になるイエス・キリストが、残りの教会に属する者たちを、 迎えに来るために再臨されるからです。私たちは喜び楽しい。神をあがめまつろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。彼女は光り輝く汚れのない浅布の衣を着ることを許された。この浅布の衣は生徒たちの正しい行いである。それから見つかりは私に言った。 書き記せ、子羊の婚姻に招かれたものは幸いである。また私に言った、これらは神の真実の言葉である。この永遠の福音が私たちにとって本当に福音であるかどうかは、私たちが今何に関心があるかによります。世の中を永遠に続かせるために、SDGs は持続可能な開発目標を立てています。 そのような振る舞いに対して世の中に宝を積むような生き方をしている限りは永遠の福音は福音とはならないでしょう。しかし今残りの人生残りの全人生をかけて永遠の福音を神に求める者には神は永遠の命を約束しておられるのです。どうぞ皆様の上に神の導きがありますように お祈りをしたいいと思いますそれでは一言お祈りをさせていただきます。愛する御代天のお父様、私たちは間もなく世界的大混乱の中に歩まなければなりません。キリスト教会でなされていた3つの大罪は、全世界規模ですべての全人類の人たちが巻き込まれていくことになります。 その中において、私たちがあなた様の側に立ち続け、創造主を認め、覚えて、バビロンの罪に預かることなく、その中から出てきて、そして離れ去ることが今必要であります。どうぞ、あなた様のご計画にしもべたちが従うことができますように、どうぞ、これらのことが全世界に望む前に、今、置かれた立場において心を吟味し、 そして、あなた様のこの警告に耳を傾けて、今すぐ応じることができますように、しもべたちに信仰と勇気をどうぞお与えください。そして、あなた様から与えられたこの猶予期間を正しく用いて、これらに備えていくことができますように、お導きお助けください。この祈りを感謝して、愛する救い主、イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお捧げいたします。アーメン。